地表水とは、河川、故障、貯水池などの地表に存在する水、または、その総称である。漂流水と、ほぼ同義であるが、漂流水が停滞した水を含まないのに対して、地表水は、故障水及び水たまりなどの停滞した水を含んでいる。地球には1 4 0 1 0 1 8トンに及ぶ水が存在しており、 そのほとんどが海水及び海底下にある地下水などの塩水である。そのため、人間社会や陸域生態系による利用が可能である淡水は地球における水の2.5%程度であるが、淡水は主として地下水や極域における氷床及び氷山の姿で存在していることから、淡水の中では比較的容易に利用されることが期待できる。 地表水資源は地球におけるすべての淡水において0.3%程度の存在しか認められない。また、日本において利用される水道水の水源のうち68%を地表水が占めている。地表水は降水とともに地下に浸透することで地下水流動系に加えられる。これは地下水関用と言われる作用で降水による関用が その大部分であるが、その他に、河川水及び故障水の浸透、水田、人工観葉施設からの浸透や上下水道の漏水によるものなどがある。ありがとうございます。